こんにちは。本日の動画は、こちら。シャーペンです。断面の薄切り的なものを作りました。ということで今日は、コメントでもたくさん来ていた、シャーペンの仕組みを解説したいと思います。では行こう。バネもつけておきました。さて、今回作ったこれは、シャーペンの先端の部分です。ただ、今回は断面での解説です。本来はこれが一回転してできたものが、ペン先となりますね。でも一つの部品だけは、そうではありません。その部品は、この部分です。これは、チャックという部品で、実際のシャーペンを分解すると、こんな風に、二つや三つに分かれていますね。では説明に入ります。まずこのギザギザの部分は、ネジになっていて、先っぽが外せるようになっている部分ですね。真横から見ましょう。芯を入れます。まず芯は、重力によりチャックまで落ちていきます。ここで、一回ノックしますね。押し込むと同時に、チャックリングとチャックがペン先に移動し、チャックの身少し奥まで行きます。その時、チャックリングは外側に開き、芯がペン先の戻り止めまで進みます。チャックは素材の弾性により、常に外側に開こうとしているのですが、チャックリングに妨げられて閉じています。バネにより押し込んだ部品たちは元に戻ります。この時、またチャックが閉じて、芯を捕まえます。そしてもう一度押し込む時、チャックが芯を押し出します。その繰り返しですね、戻り止めのおかげで、芯が重力で落ちてしまうことや、芯が出すぎてしまうことも防いでいます。シャーペンの仕組みは、こんな感じです。チャックがプルプルしていますが、なかなか再現に苦労しましたので、お許しください。チャックとチャックリングの絶妙な動きにより、うまく芯を出せるということですね。身近にあるものでも、面白い仕組みが隠れているもんですね。早送りで見ると面白いです。そして最後まで行くと、芯が押せなくなりました。全然関係ないですが、公式 LINE できました。